マコモは、イネカマコモ族の多年草別名、花が摘み。冬のマコモ東、アジアや、東南アジアに分布しており、日本では全国に見られる。水辺に群生し、沼や河川、湖などに生育。成長すると大型になり、人の背くらいになる。カキは、夏から秋で、目花は、黄緑色、尾花は紫色。葉脈は平行。マコモだけ。 緑色の洋賞を何枚か剥ぎ取っていくと、中から真っ白な過色部分が現れる。調理済みのワイルドライス種子、肥大した新芽が食用とされる。また、マコモだけが黒く変じたものからは、黒い顔料が得られ、お歯黒、眉ミ、湿気の顔料などに用いられた。出雲大社では、毎年6月に、マコモの神事が行われる。出雲の森から、 見たらしいまでの道中に清い砂を敷き、その上に、マコモが置かれ、グージュはその上を歩いて参進する。グージュが踏んだマコモはご神にが宿るとされ、参拝者は持ち帰って、神棚に飾ったり、浴槽に入れたりする。また、出雲大社の新仰祭でもマコモを用いる。マコモを、わらずとのように加工したツトというものを神職が手にして、信仰を採行する。 健康法でマコモを用いるものが以前からあったが、疑似科学の範疇に入るものも参見される。黒保ンの一種スタラゴエス9連覇に寄生されて、肥大した新芽はマコモだけと呼ばれる食材で、古くは万葉集に登場する。中国、台湾、ベトナム、タイ、ラオス、カンボジアなどのアジア各国でも、食用や薬用とされる。台湾では、ジロが、 標準的な呼び方であるが、中部の南投げ県ホリチン周辺が、特産地として名高く、色白の女性の足に見立てた、美人体メーレントゥイの愛称で出荷されている。香港を含む関東語使用地域では、タケノコカーウソンと呼び、炒め物やスープの具などに用いることが多い。タケノコを優しくしたような適度の食感と、ほのかな甘み、ヤングコーンのような香りがある。 癖がなく、さっと茹でたり、グリル焼き、炒め物にも向いているほか、新鮮なものは生食しても美味しい。沖縄県では、マクム、鹿児島県天見大島では、台湾棚と呼んで、炒め物のイリチー、アマ料理の一気、油増麺などに使用する。中国では他に、スープの具にもされ、台湾では、麺類の具の一つにも加えられることがある。細かく刻んで、餃子。 ハンバーグ、チャーハンなどに用いることもできる。収穫は秋で新芽の根元が十分に肥大したらすぐに収穫する。収穫が遅れると、組織内に真っ黒な胞子が反転状に混じるようになり、食感、食味も落ちて、商品価値は失われる。マコモズミはこの黒い胞子体を利用したもの。三重県三重郡小物町、石川県河北郡津端町などでは、 町の特産品として、マコモの栽培に力を入れている。北米大陸の金年種の種子は、古くから穀物として、食用とされており、今日も、ワイルドライスの名で利用されている。ワイルドライスの生育圏は、オジブワ族や、メノミニー族など、五大湖地方のアメリカインディアンの部族それぞれによって、縄張りがあり、彼らの保留地で栽培される、ワイルドライスは近年、 スローフード運動の一環としても注目され、商品化もされている。このような事情から、マコモは野生植物から食用作物への過渡期の初期段階と見られる場合がある。しかし、種子の発芽力が乾燥により弱まるため、稲に割合近い植物でありながら、種子から栽培できる変異種の選別が行われなかったと考えられている。 したがって、日本で、マコモの栽培を行う場合は、種子からではなく、親株から株を分けるという方法を取る。なお、近年では、米国、カナダ、ハンガリー、オーストラリアなどで、ワイルドライスの商業栽培が進められている。ワイルドライスは1977年に、ミネソタ州の州の穀物に指定されている。マコモは誤って、ニュージーランドで繁殖し、 侵略的外来種に指定されている。ハワイに導入されている。茎をアメリカ合衆国に輸入することは北米のマコモ族を菌類から保護するために禁止されている。ありがとうございます。